はい、えー、こんな雑誌が来ました「グランファーマ」って書いてますけどもこれはグランドファザーグランドマザー要するにおじいちゃんおばあちゃんっていうねタイトルの雑誌ですねフリーペーパーなんでこれは、まあ、無作為に投げ入れてるというよりもあここは街頭のお宅だよねってところにね入れてるんじゃないかなと思いますここ見てください50代から80代のシニア向けの雑誌ということでついに私もこれを受け取るそんな年齢になってしまったってことですね 小野雑さんののところにも来てるのかなまああの50代から始まる様々な悩みとか人生の生き方趣味についてこうやってねいろんなコラムや人物が出てきて情報発信していますもしかしたら私もここに寄稿する時が <laughs> 来るかもしれません50代からの隠居術みたいな感じでねインターネットと隠居これをね令和の時代にどのように、えー、取り入れていくのかみたいなところがあるかもしれませんね はい、こんなお金の情報もありますね亡くなった後の預金はどうするんだみたいなねはい持ち家をどうするんだみたいなねそんなコラボもありますねはい年齢に応じてまああの興味のある情報興味のなくなる情報ってあると思います最近の「少年ジャンプ」は面白くなくなったよねっていうふうに私などの年代っていうのはね感じるかもしれませんけどもそれはね 私たちがもうすでに少年じゃないから少年ジャンプが面白くないんですよ、ね、当時「ジョジョの奇妙な冒険」とか「北斗の剣」とかねそれから「男塾」があった「キャプテン翼」があっただから面白かったわけじゃないんですよ当時の私たちは10代だったからだから面白さを少年ジャンプから吸収することができたんですよねでも今は少年ジャンプの中に私たちの抱えてる悩みや私たちの期待する喜びっていうのがないんですよ やっぱり10代の少年少女たちがね「少年ジャンプ」を見てこんな大人になりたいなこういう風にワクワクした冒険がしたいなこんな友人に出会いたいなこんな人間になりたいなっていう風ないろんな夢を膨らませるそのための雑誌が「少年ジャンプ」なんですよね。でも今私たちは将来こんな人間になりたいなってなかなかもう思えなくってどうせこの年になったからさとかねあとは自分のなりたいものとかそれよりも欲しいものとかに。 心が写ってんじゃなないいかなと思います子供にですね将来になりたいものはっていうふうに聞くと、まあ、スポーツ選手とかね YouTuber とかいろいろとあのいわゆる職業を答えると思うんですよねもしくは冒険をしてみたいとかねあんなことがしてみたいこんなことがしてみたいみたいな夢を語ると思うんですよでも50代とか60代とかね将来どうしたらいいですかって聞くととりあえず金持ちになりたいなとかね あれが欲しいなこれが欲しいなってなんか夢じゃなくって自分の満たされなかったものを欲しがってるのかなとかね金を欲しがってるのかなとかねなんかだいぶ変わってきましたよね、うん、だからそんな私だからこういう雑誌も多分少しずつ面白く感じてくるんでしょうね、うん、今のところ面白くないんですけどもね、うん、まあ でもそうは言ってもあと数年したらこれを食い入るように見て隅から隅まで見てそれを YouTube でこうやってね話してるのかもしれません今日は全く読まずに捨てますけども皆さん今どんな情報に興味がありますかそれは幼い頃にこれだけは一生付き合っていこうと思っていたようなね業界とか情報だったですかねいや私はね生涯音楽を愛しながら音楽の中で生きていくと思ったんですけども 最近は音楽を聴くってことはないですね。YouTube で、まあ、いろんな情報とかスピーチをね、聴くってことはあります。国会質疑とかを聴くことはありますけども、あの音楽を聴いて楽しむっていう、そういうふうなね、今、足しなみはないですね。うん、音楽を聴く時間に30分1時間って、時間割いてますなんか、その音楽を聴く時間っていうのがもったいないぐらいに感じてませんかなんか余裕がなくなってきたってことなんですかね。うん。なんで余裕がないんでしょうかね。 いろんな経験を繰り返して、たくさんの知識を頭に入れて、そして信頼ってものが何なのかも分かった。なのになんで余裕がないんでしょうかなんでしょうかねそれこそ何も持ち物がなかった時の方が随分余裕があった。そんな幼き日を思い出しますけども、どうなんでしょうかねそれじゃあ。